外国の戦争に巻き込まれないためにあなたもシール投票にぜひご参加ください。憲法9条が決して認めない海外での武力行使、これを認め実行へ道を開く閣議決定の撤回を求めるためにシール投票と署名にぜひご協力ください。皆さんこんにちは。私たちは新日本婦人の会政党支部のものです。今日は集団的自衛権の行使容認閣議決定の反対の活動をしています。シール投票、あなたの意見で、あなたの意見をお寄せください。憲法9条が決して認めていない海外での武力行使、これを認めない執行へ道を開く閣議決定の撤回を求めましょう。ぜひシール投票にご協力ください。集団的自衛権行使容認反対していきましょう。憲法改悪に反対、軍国主義の復活を阻止します。これを会の目的に掲げている新婦人名党支部です。我が子を孫を戦場に送らないと全国で運動を広げています。安倍首相は戦争する国を作ろうとしています。あなたの声をシール投票でぜひお寄せください。お願いします。署名にぜひご協力ください。集団的自衛権の行使容認、あなたは容認する、容認しない、わからない、シール投票にぜひご協力ください。ありがとうございました。一人一人の声を広げていきましょう。集団的自衛権の行使容認に反対しましょう。自分の子供が孫が戦争に行かなきゃいけない、これは絶対許せません。集団的自衛権の行使容認閣議決定に反対していきましょう。ありがとうございます。IWGIG チャンネル1です。大変お騒がせしております。新婦人名党支部です。私たちは名古屋市内静岡駅前からお伝えしております。平和や暮らしの向上を願い全国で運動している国連 NGO の女性団体です。今午前11時ということで、通勤時間からもお昼休みでもないのでそれほど人通りは多くありません。反対のシール投票や署名を行っております。皆様ご協力をお願いいたします。一般市民の私たちが何かこうやって一つ行動に表して止めるということしかないと思います。皆様どうかご協力をよろしくお願いいたします。ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。新婦人名党支部です。私たちは、女性と子どもの幸せ、平和や暮らしの向上を願い、全国で運動している国連 NGO の女性団体です。今日は、テレビでも騒がれている集団的自衛権行使容認に関して、反対する署名をしています。シール投票も行っておりますので、ぜひご協力お願いします。
民主投票ぜひお願いします。私たちの力は微力ですが、何か一つ一人一人が行動して、それが大きな力となって、集団的自衛権行使容認を止めたいと思います。集団的自衛権のシール投票と署名をしております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。集団的自衛権反対の署名とシール投票しております。ぜひご協力お願いします。ありがとうございます。私たち市民の力は本当に微力ですが、それでもやはり何か反対の行動を起こしていかないといけないと思います。それが大きな力になればきっと止められると信じています。すみません、パンフレットにしていただきます。こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。2014年8月26日11時から始まっています浴衣でピースアクション、取材に来ています。こうした集団的自衛権行使についての、パンフレットを配ったり、また、行使容認をするか、に賛成するかどうかのシール投票、署名などが行われています。子供にあげたいのに子供がいない通らない、どうかご協力よろしくお願いします。ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。新婦人芸能支部です。私たちは今、集団的自衛権の閣議決定に反対の署名やシール投票をしています。このままでは子どもたちが戦争に生かされるのではないか、とても不安に思っています。反対する方はとても多いと思いますが、何か一つ行動に起こして、市民の力は主力ですが、それを大きな力と変えて、この流れを止めていきたいと思います。どうか ご協力よろしくお願いします。シール投票ご協力よろしくお願いします。こちらのアクション、8月1日にもこの駅から2区間離れた一社駅で行われまして、その時は、割と、部活帰りか、高校生の子たちが、多く署名をしていました。全国で運動している国連 NGO です。今日は集団的自衛権、8月1日の模様は IWJ で記事になっております。よろしければご覧ください。ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。私たちの子どもが戦争に行くのかと思うと本当に不安でたまりません。どうかこの戦争への流れを止めるために、力は魅力ですが、みんなの力を合わせて集団的自衛権行使容認の流れを止めていきたいと思います。集団的自衛権行使容認の閣議決定に対する反対署名とシール投票を行っております。ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。署名に、集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対する署名とシール投票を行っております。ぜひよろしくお願いします。集団的自衛権行使容認の反対署名とシール投票を行っております。ご通行中の皆様、ぜひご協力をお願いいたします。戦争へと向かう国を止めていかなければいけないと思っています。
どうか新規投票と署名にご協力お願いいたします。集団的自衛権反対の署名と新規投票しています。ぜひご協力お願いいたします。ありがとうございます。皆様お騒がせしております。ただいま集団的自衛権行使容認に反対する署名とシール投票を行っています。ぜひご協力お願いします。集団的自衛権行使容認に反対する署名とシール投票を行っております。ぜひご協力お願いいたします。私たちの子供が戦争に行くかと思うと不安でたまりません。市民の力、私たち一般市民の力は微力ですが、それでも何かしてこの戦争への流れを止めないといけないと思います。ぜひご協力お願いいたします。ただいまこちらで集団的自衛権行使容認の、はい、何かバスバスの皆さん、こんにちは。私たちは新婦人名党支部です。新婦人は国連 NGO として全国で活動している女性団体です。ただいまこの場所をお借りしまして、集団的自衛権の行使容認反対の署名と、それから支持投票をさせていただいております。私たちの国が戦争をする国になるのか、私たちがやっぱりストップさせていく、そのためにこの活動を始めております。どうぞ皆さんのご意見を署名とシール投票に表してください。よろしくお願いいたします。7月1日安倍首相は閣議決定で集団的自衛権の容認を認めて容認しました。海外で自衛隊が私たちの国を攻撃していないにもかかわらず、アメリカ軍やそのアメリカ軍と一緒に海外で戦争ができる国にしてしまうということです。ちょっと離れた位置に移動して。日本では海外での攻撃、こちら、名古屋市、藤ヶ丘駅は名古屋市内の、東の端の方になります。国民の意思を問うべきです。一つの内閣の閣僚だけで海外で戦争する国に入られてはたまりません。署名活動が行われているのは、駅前の商店街ですね、アーケードになっています。戦争を経験した多くの年代
2014年8月26日火曜日11時15分を回っています。こちら名古屋市内藤ヶ丘駅前で浴衣でピースアクションということで、集団的自衛権行使容認に反対する署名、また集団的自衛権に関するパンフレットを配ったり、行使容認に賛成か反対かのシール投票が行われています。こちら今回2回目ということで、第1回は8月1日こちらも IWJ 愛知で配信させていただきました。そちら IWJ の記事にもなっておりますので、よろしければご覧ください。また時間帯や駅を変えようということで、今回は藤ヶ丘駅前で午前中に行われています。この後11時30分まで行われる予定です。若者の未来が奪われ戦争を気になり、そのようなことはされません。私たちは大切に子どもたちを育てたい。そして69年平和のまま若者を見つけました。戦争に強まり撤退させてはならないという思いで表明活動を見つけたことなどご参加ください。そして皆さんの声を国会に届けましょう。私たちは若者の未来が奪われる戦争にする国になることが決して許しません。自衛隊の若者の一人一人が人を殺したり殺される、そのような自衛隊にしたくありません。憲法改悪に反対、風国主義の復活を阻止します。可愛い子どもたちの未来が平和な日本であるために、今ここで頑張らないでいつ頑張るのか、そういう思いで署名活動とシール投票をしております。小さい子どもたちも一緒に頑張っておりますので、ぜひ署名活動にご参加ください。よろしくお願いいたします。それほど人通りは多くありませんが、それでも時折足を止めて署名やシール投票をしていく通行者の姿が見られます。今は大変お騒がせしております。お子さんを、赤ちゃんを抱っこしたお母さんがシール投票をしている姿が見えました。新婦人は暮らし、子育て、平和など女性の願いを実現するために活動しています。2003年から国連の正式な NGO として世界の女性との連帯を広げています。今4月1日に安倍首相が閣議決定をした集団的自衛権、私たちはとても許されないということで、お願い、皆さんにその反対、行使容認を反対しようという署名をお願いしております。どうぞ署名にご協力ください。シール投票と署名をしております。よろしくお願いします。一人一人の声を広げて国会に届けていきましょう。若者の未来が奪われる戦争する国になる閣議決定を撤回させていきましょう。自衛隊が海外で人を殺し殺されるような、このような風になるのは大変嫌です。海外で戦争する国への大転換するような閣議決定は撤回させていきましょう。憲法改悪に反対して軍国主義の復活を阻止します。これを会の目的に掲げている日本婦人の会です。我が子や孫を戦場に送らないと全国で運動をしております。安倍首相は自衛隊を壁に学習して海外で戦争するのをこのような国に変えようとしています。
私たちは平和な日本で育ってきました。憲法9条の力を知っています。海外でボランティアをしている人たちは憲法9条があるから守られていると口々に発表されております。日本が平和な国であるからこそ、このようなところにすみません、シール投票を見せていただいています。結構それほど人通りは多くないんですが、たくさん貼っていただいてます ね、 ありがとうございます。わからないが意外と少ないですね。はい、あのやっぱり意思を持って、うん、あのここへ立ち止まってくださるようですね。若者の未来が奪われる戦争する国になる閣議決定を撤回させていきましょう。皆さんのご意見どうぞ署名活動にお寄せください。そして集団的自衛権行使容認、あなたは容認しますか。わからない、容認する、いろんなご意見をぜひシール投票にお寄せください。皆さんこんにちは。私たちは新日本婦人の会名党支部の者です。私たちは暮らし、子育て、平和など女性の願いを実現するために活動している、ちょっと読んでみましょうか、女性団体です。2003年から国連 NGO として世界の女性との連帯を広げています。今集団的自衛権行使容認反対の署名を集めています。シール投票でぜひあなたの意見をお寄せください。若者が戦争に奪われる、戦争する国になる閣議決定を撤回させるために、ぜひ公示容認反対の署名にご協力ください。一人一人の声を広げて若者の未来が奪われないようにしましょう。今回2回目で場所が変わりましたけど、どうです。軍国主義の復活を調子するという会の目標を掲げている新婦人です。少し、ね、人通りもあって、こんにちは、はい、私たちは協力してくださる皆さんも新婦人弁当支部のものでちょっとほっとしてます。そうですね、土砂降りでしたよね、割と。そうですね、もうだからあもうダメだと思ったんですけど、団体で今集団的自衛権皆さんにご協力を呼びかける形で私のトークは署名活動を行っています、はい。というか、まあ、希望を持ってやりたいなと。反対、わからないの、あなたの声をぜひ反対っていうシール投票にお寄せください。変わるだろうから、あの一緒にご協力してくださいというスタンスにちょっとあの学んで集団的自衛権行使容認、ちょうど浴衣に海外での武力行使に反対しましょう。そうですね、そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。憲法9条が決して認めない海外で の、 あの武力行使、これを認め実行へ道を開く閣議決定の撤回を求めましょう。一人一人の声をぜひ広げていきましょう。若者を戦争に送らない、私の子供を戦争に送らない、自分の孫を戦争に送らないためにぜひ署名にご協力ください。ありがとうございます。ぜひシール投票もお寄せください。こちらは新日本婦人の会名党支部のものです。今集団的自衛権の行使容認反対のシール投票と署名活動を行っています。あなたの声をぜひシール投票にお寄せください。若者の未来が奪われる戦争に反対しましょう。憲法改悪反対、軍国主義の復活を阻止します。割と人の流れに掲げている新日本婦人の会です。我が子を孫を戦争に送らないと午前11時から始まりました。こちらでの浴衣の日ですが、まもなく終了予定の11時30分になろうという。戦争には絶対反対です。
一人一人の声を大きく広げていきましょう。ありがとうございます。こんにちは、こちらは新日本婦人の会名東支部です。私たちは暮らし、子育て、平和など女性の願いを実現するために活動しています。今日は集団的自衛権閣議決定反対の署名活動とシール投票を行っています。何人も見られました。ただいま集団的自衛権行使に反対する署名とシール投票をしております。ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。ただいま集団的自衛権行使容認に反対するシール投票と署名をしております。この場をお借りどうもありがとうございました。これで集団的自衛権行使容認に反対する署名とシール投票は終わります。
ご協力どうもありがとうございました。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 ヨーヨーも結構できた。どうもありがとうございます。すごい勇気だなと思ってるので署名数だけ教えてください。署名数だけ教えてみたい。私7、1、2、3、4、5、6、7、どういうことだ。これ何このふわふわ。これはカメラに風の音が入らないようにするためのふわふわ。18 風船たくさんもらってもらいました。はい、はい、18だよね。あ、ちょっとごめんね。はい、ここまであった18。何時間もやってられない。本当よね、暑くなってきたしね。ご苦労様。今日は18室でした。署名どういう方がたくさん、割と若者の中学生だったんですけど、はい、やっぱり集団的自衛権のこと習ったって言って、それで参加してくれたと思います。割と若い人も、はい、興味を持ってくれて、あと今日赤ちゃんを抱っこしたお母さんが結構、そうですね、そういう人も、はい、後からそうですね、なんかこう署名されるときに意見を言ったりっていう方もありました。何か私のところではちょっとなかったんですけど、はい、ごめんなさい。いえいえ、はい、ありがとうございます。お母さんとかなんか、はい、止め取った時になんか意見とか言いながら止めされた。私は一方的にこういう風ですからぜひやめていきましょうというので聞くのがちょっと足りなかったかなと思っております。ありがとうございます。はい、説明でもね、全然これ関係なしにやってた。これはファックスはどこに送られるんですか。これは長官邸とか、はい、ここら辺の地域の、はい、議員さんの、はい、事務所に送らさせていただきます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと並んでもらっていいですか。はい、宣伝用意してから忘れないから。はい、IWJH チャンネル1です。名古屋市内藤川駅前で行われました8月26日11時から11時30分までの浴衣でピースアクション、チャンネル1で配信してまいりました。こちら第1回8月1日の時とやはり時間帯と駅が違うということで少し、様子が違ったのかなというふうに思います。通勤時間帯ではないということで、それほど人通りは多くありませんでしたが、署名に足を止める方、シール投票をされる方の姿が見られました。まだね、まだ出てます。あれ、書き込みが止まらないな。もう一回押すね。はい、すみません、お待たせしました。ごめんなさい。ありがとうございます。IWJ では、皆様のご支援によって、このような取材活動を続けております。またボランティアとして関わっていただける方も、随時募集しております。今後とも IWJ にぜひご協力ください。本日は浴衣でピースアクション IWJ 愛知ボランティアスタッフ真野がお伝えいたしました。